今注水ポンプはすでに起動しております。2つ目の逃がし弁を起動をもう一回開こうということで準備を始めてます。弁と弁が開かないので、窒素タンクの交換に今行って、ちょっとこれ消したいなんだけど、圧が下がってるので圧を上げて開けようということで今現場に行ってます。一部燃料は漏出しているような状況もあるんです。部分的にですね、こうフラッシュしてますもんですからですね。そういうことです。吉田さん、いいですか。水にかぶってない部分が、ポストって、はい、これが今度は温圧が下がってきます。電話中です。それで使用としているのが、はい、消火系の系統を使いましたポンプでございますから、その圧力に達するになって、炉側よりも圧力がそこからそこより落ちますとですね、外から注水が始まるんですね。はい、そういうことです。はい、でそれがですね、今海水魚のポンプで今パンパンに張ってるんです。だいたい10キロとかそんなもんなんですね。あ、10キロっていうのはすいません、1メガパスカルです。はい、ですから今ですから2で、ちょっとすいませんね、オサイトセンターの方も一緒に聞いていただきたいんですけど、1F も、それが今のちょっとですね、お願いします。本店の下のですね、会見において今 Q が出ております。それに Q に答える必要があります。 Q を読み上げますが、1F3 で原子力格納容器内で160シーベルトの値が検知されたときだが、事実関係は、これに対する答えは、カムスが復旧した時点、3月14日4時30分で、144シーベルトパワーが検知された、その後8時に、160シーベルトパワーを検知した、2番目の Q、 通常原子炉格納容器内は何シーベルト程度か、停止時であればほぼ0シーベルトパワーである Q、3つ目、160シーベルトという高数値は皮膚管が溶ければあり得るのか、燃料損傷に至っていればあり得る、で3つ目が、炉心損傷を認めるという形 の答えになっております。これを回答したいと思いますが、いかがですか。その件は官邸とあれときちんと事前にしっかりあれしといて、溶けるはあり得るということになるでしょう。Thank you.